はい、ただいま駒石器時代住居跡到着でございます。とりあえず周り見てみましょうかね。誰もいません。とりあえずふらっと一周回って見てみましょう。一応住居跡ということでこんな感じだったんでしょうかね。地図を見ていただくと分かります。実際の現場は、影も形もないんですが、一応穴が5つぐらい開いてる感じです。できればね、建物も一緒に、作って、もらった方がよりいいのかなと思います。隣はほとんど畑でございます。民家になってますが、はい、こんな感じで、平日だからというか誰もいませんが、とりあえず今日の目的地に石器時代住居に到着しました。さてこれから、まだ時間が早いので、駒川の駅まで行きたいと思います。ということで、またどうも、はい。